ラスベガス大通りでよく見かけるエスコートサービスの広告が入った配布用の箱。ラスベガスとクラーク軍では売春自体は違法である。ネバダ州は何らかの形で売春が合法化されているアメリカ合衆国の唯一の州であり、その厳しく規制された公認の売春宿のほとんどは田舎の軍にある。かつてロードアイランド州では1980年から2009年まで 売春は違法ではなかったが、2009年11月3日に、州知事によって違法とされた。ネバダ州では、免許を受けた売春宿以外での売春行為は、例外なく違法である。一般的な理解に反して、ラスベガスでは売春は違法である。2008年6から7月の時点で、ネバダ州に16ある軍のうち8つの軍で28件の売春宿が営業している。 ネバダ州法により、最後の10年ごとの国勢調査時点での人口40万人未満の、いかなる軍も、軍の判断により、売春宿の免許を発行することができる。軍内で作られた市や町が、その禁止や推進を決めることもできる。2004年7月現在、売春は、クラーク軍では州法により、また、和尚軍、カーソンシティ、ダグラス軍、リンカーン軍では、 各地区の法律により違法である。ユーレカ軍では公認売春宿を禁止もしていないが、許可もしておらず、存在しない。ネバダ州内の他の11の軍では、公認売春宿を特定の区域や都市に限り許可しており、現在これらのうちの8の軍では、売春宿が営業中である。厳密な許可条件は軍によって違う。売春宿の免許手数料は、 ストーリー軍の年間10万ドルからランダー軍の年間200ドルまでの範囲である。認可された売春婦の最低年齢は21歳。登録された売春宿の売春婦は、子宮経管から採取したサンプルで、毎週臨病とクラミジアトラコマチスの検査を、毎月 HIV と梅毒の検査を受けることを、州法は義務付けている。さらに全てのオーラルセックスと成功には、 コンドームの使用が義務付けられている。売春宿の経営者は売春婦が HIV の検査で陽性の結果が出た後に客が HIV に感染した場合、責任が生じることがある。法律により、売春婦は最低9日間を1回の期間として働く、必要がある。手術による性転換者は検体を子宮警官から採取する。 必要性のために売春婦になることはできない。ネバダ州には免許された売春宿の外での売春の勧誘、売春婦になる勧誘、売春の売り上げから収益を得る行為を禁止する法律がある。長きにわたりネバダの売春宿は違法とされている、軍内で広告宣伝を禁止されていたが、この州法は2007年に廃止された。 ザ・ブーン・ディット、バニーランチ・インマウンドハウスニア・カーソン・シティ2004年1月時点で、ネバダ州には約30件の広報売春宿があり、常時約300名の女性売春婦を雇用していた。2008年6から7月の時点では28件になった。ごく規模の小さい例外を除き、次のように運営されている。客がブザーを押し、 中に入り部屋に入ると対応できる女性が一列に並んで自己紹介をする。客が女性を選ぶと価格交渉はその女性の部屋で行われ通常経営者も会話を聞いている。基本的に店の取り分は交渉が成立した金額の半額で客がタクシーできた場合乗務員は客の支払った全額から20%程度を女性の取り分の中から受け取ることになる。 一般的な値段は最低100ドルからで平均的には30分の成功とオーラルセックスで300ドル程度である。中には知名度があったり珍しい女性とのパーティーとして1時間で2500ドルもしたり、女性が複数の場合はさらに高くなる。売春婦が口にキスをすることはほとんどない。売春宿は低価の表示がない。 知られている例外は95号線沿いの BT から約30マイル北にあるシェーディーレディー売春宿のみである。一般にラスベガスに近いほど値段は高い。したがってパーアンプにあるシェリー S ランチとチキンランチが特に最も高い売春宿となる。この中ではシェリー S ランチの方が大きく常時20名以上の売春婦がいる。また2件の中でも値段が高く。 一般的にネバダ州で最も高い合法売春宿ということになる。売春宿の売春婦は個人事業主として勤務しており、公的保険や健康保険なども受けられない。彼らは連邦所得税の納税義務があり、収入はフォーム1099ミスクにより IRS に報告される。ネバダ州は就所得税はない。女性は一般的に7週間働き、 この間は、売春宿に住み、ほとんど離れない。その後多少の休暇を取る。売春宿が課す勤務条件に対する厳しい制限のため、女性たちは個人事業主と認められないのではないかという議論がある。検査が義務付けられた1986年以降、検査で HIV 陽性が確認された、売春婦は一人もいない。コンドーム使用を義務付ける。 法案は1988年に通過し、1995年に2つの売春宿で行われた調査で一貫して、コンドームを使うことにより性感染症はなくなると判明した。またこの調査によると、個人的な生活でコンドームを使用した売春婦はほとんどいなかった。ありがとうございます。